した。皆様、もう一度発表者の方々に大きな拍手をお願いいたします。それではこれからどの本が一番読みたくなったか投票を行いたいと思います。今どの出場者の方々もとても楽しい発表でしたり、ためになる発表をしてくださいましたので、皆さんも心の中には読みたくなった本がたくさんあると思いますが、ここではお一人に投票してください。今から私が本のタイトルを一冊ずつ読み上げていきますので、一番読みたくなった本にこの投票券をあげてください。頭より上にあげてください。後ろで集計しておりますので、頭より上にあげてしばらく下げずにそのままであげておいてください。それでは1冊目、小和田雅人さんが発表してくださいました未来の働き方を考えよう、人生は2回生きられるが良かったと思う人は手を挙げてください。はい、下ろしてください。それでは2冊目、金丸雄介さんがご紹介してくださいましたロスジェネの逆襲が一番読みたかったと思う方は手を挙げてください。はい、それでは下ろしてください。それでは3冊目、大野由依さんがご紹介してくださいました心に火をつける言葉が一番読みたくなった方は挙げてください。はい、それでは下げてください。4冊目、岩渕健吾さんがご紹介してくださいましたザ・芸人学すごいお笑いが読みたかった方は手を挙げてください。それでは下げてください。5冊目、斉藤瑞希さんがご紹介してくださいました本能寺の変431年目の真実が読みたかったと思う方は手を挙げてください。もうちょっと大きく高く挙げてください。下げてください。ただいま集計しておりますね。ただいま集計しておりますのでしばしお待ちください。この間をちょっと少々いただいて、今この青いトレーナーを着ている人たちが後ろと前にいらっしゃると思うんですけれども、図書館で学生アドバイザーというものをしておりまして、今皆さんの手元にこちらのしおりさん記入用紙というものを一緒に入れさせていただいております。こちらは皆さんの好きな本を自由に書いていただいて、他の人に発信できるツールとなっています。もしお時間がありましたら、本当に簡単にニックネーム、実際のしおりになるんですけれども、こちらのしおりになります。で、このしおりを使って大学全部、この城西大学の図書館を利用している人全員に自分の好きな本をご紹介することができるツールとなっています。ですので、ちょっと本が限定されてしまって図書館内にある本しかご紹介することはできないんですけれども、もしお時間があったり、この本はどうしても進めたいとか、ちょっと楽しそうだからやってみようという
気持ちがある方はぜひ使ってみてください。あとこのしおりは置いてありますので自由にお持ち帰ってみて、裏には書いてくださった学生のコメントだったり、どんな方におすすめですよっていったこうアドバイスとかいろんなことが書かれていますので、ぜひ手に取って見てみてください。お待たせいたしました。ただいま集計が届きましたので、これから結果を発表させていただきます。ビブリオバトル in 城西予選会第1試合 A ブロックのチャンプ本は、大野由依さん、心に火をつける言葉です。おめでとうございます。そして準チャンプは斉藤瑞希さん、本能寺の変、431年目の真実です。おめでとうございます。表彰式と優勝者インタビューは語源の第2試合後、視聴覚ここ視聴覚室にて行います。この後は休憩を挟んで第2試合を行います。開始時間は16時50分となります。第1試合の発表者は第2試合の観戦と投票をお願いいたします。会場の皆さんも続けて第2試合への参加と投票をお願いしたいと思います。それではこれにて第1試合を終了させていただきます。ありがとうございました。あとプログラムの中にはアンケートも挟まっておりますので、アンケートもご記入していただいて、後ろのアンケートボックスの方に入れるようにしてください。あ、そっ